かったと思いますけど、あのネパール人国夫婦の監禁事件、あの、はい、ネパール人の人がね、立ち上がったって非常に大きかったと思います。あの30人ぐらい、30人違ってるので、あの私たち、あの労働組合とか外国人の支援団体、監禁から解放されてきたも解放して、それからボランティアにチャレンジもして、なんかいろいろやってきます。本当に今回はネパール人が頑張った戦いの成果、共に頑張っていきましょう。